ルパート・グレーブスは、イングランドの俳優で、長めのいい部屋、モーリス、英国万歳、フォーサイトや愛と、プライドへの出演で知られている。2010年からは、BBC の t v シリーズ、シャーロックに、レストレード警部として出演している。グレーブスは、サマセットのウェストンイコールスーパーイコールメアで生まれた。父は、音楽教師兼ミュージシャンのリチャード・ハーディング・グレーブスで、母は、 トラベルコーディネーターのメディー・ラウスレーである。グレーブスは出身地のウェストンイコール・スーパーイコールメアにある公立総合中等学校であるワイワンコミュニティ・スクールで教育を受けて15歳でそこを去った。その後この学校は閉鎖されて2011年にハンズ・プライス・アカデミーとして再開された。学校を離れて 最初の仕事はサーカスでのパンク風の同系子で人気があった。グレーブスは在学中から俳優の仕事を開始したが有名になったのは e m ースターの小説を原作とする1985年の長めのいい部屋と1987年のモーリスのコスチュームドラマの映画に出演してからであった。その後は1988年のハンドフル・オブ・ダスト アカデミー賞にノミネートされた1994年の英国万歳、1996年のディファレント・フォー・ o ールズとインティメート・リレーションズなどの映画作品に出演した。グレーブスは1996年の映画インティメート・リレーションズでモントリオール世界映画祭の最優秀男優賞を受賞した。また2002年の TV ミニシリーズ f a l l s i プライドでのヤング・ジョリオン・フォーサイトの役で称賛された。グレーブスは映画作品に加えてニューヨークのブロードウェイではクローサーやエレファントマンに出演してステージ作品で高い評価を得ていた。またロンドンでのステージではロンドンフリンジアウォーズの主演男優賞を受賞したフィリップ・リドリー作のザ・ピッチフォーク・ディズニーとバネッサレッド・グレイブと共演したマーティン・シャーマン作の エマットハウス・インゴア、そして1998年のローレンス・オリビエ賞の主演男優賞にノミネートされたデイビッド・レイブ作のハーリバリーに出演していた。1987年にウェストンイコールスーパーイコールメアのカフェでグレーブスはステンドグラスアーティストのイボンヌと出会った。二人はストーク・ニューイントンに一緒に暮らして、イボンヌが彼女の娘二人を育てるのをグレーブスは手伝った。 当時の娘たちは10歳と14歳で、この関係は13年間続いた。2000年9月、グレーブスとイボンヌとの関係が終了した直後に、マイケル・ガンボンと一緒に出演した、管理人のオープニングパーティーで、グレーブスは、オーストラリア生まれのプロダクションコーディネーターであった、スザンヌ・ルイスに出会った。2001年に二人は結婚して、二人の間の、ジョセフ、ゾーイ、アイザック、 ノアそして、エーえエラの五人の子供と一緒に暮らしている。ありがとうございます。